はい、おはようございます。10月22日日曜日のビデオレッドをお届けします。フラワージェンの岸です。今日は、レッスンがありましたので生徒さんのアレンジメントをご紹介と、超かわいい、バスケットがいっぱい届きましたので、これにね、せっかくなので、今回皆さんが、レッスンで切り落としていってくれた短くなった花とか折っちゃった花とかいろいろあるんですけども、そちらを、使って、ちょっとかわいらしいアレンジメントが、作ってみようと思いますので、アレンジメントが実はできたんですよ先に言っちゃう、なので瀬戸さんのお花の紹介の後に、その、アレンジメントをご紹介したいと思いますので最後までお楽しみください。今回そのできちゃったのがこちらですね。このバスケットを使います。それから生徒の皆さんが、一生懸命アレンジしてくださったのは、コスモスですね。コスモスのレッスンは10月が最後になるんですけども、こちらです。今回はこの黄色いコスモスをいっぱい使って、花束とか、それからアレンジメントをお作りいただいていました。では早速生徒さんの様子をお届けしましょう。ではどうぞ。はい、いかがでしたでしょうか。皆さんのねアレンジを楽しみいただいた後は、こういうねちっちゃな秋の実とかたものプチプチと、レッスンの合間に、余ったり、それから、皆さんがうっかり、折ってしまったバラなんかがあるんですけども、こういったものを使って、私このハンドバッグに、今から、アレンジを作りたいと思います。ぜひ、一緒にね楽しんでいただけたらと思います。使う花材は、本当にシンプルに、この実物と、それから誰かさんが折ってしまったバラ、それから誰かさんが、折ってしまった、入るかな、とても素敵なダリアだったんですけど本当にね短く折れてしまったんですよ、このダリアで。こういったものを使ってちょっとこう見物のね、ディスプレイにできるようなリビングとか壁の前に置けるようなアレンジメントを作りたいと思います。では早速こちらの、バスケットに、内側にビニールがこう貼ってあるんですけども、これかこんな風に一応セロファンをね私はしようと思います。この中にぴったり入るような、セロファンを入れて、ここに、このサイズにぴったりのオアシスを入れます。これ皆さんから私が見えないからちょっと場所を変えてこうかな。あ、いいですね。はい、ここで作りましょう。こういいですね。ちょうど見えますよね。いい感じ。えい足で蹴ったものと無視してください。ここにですね、あらかじめこれにぴったりのサイズにしてあった、オアシスを入れます。水がね漏れ出ない程度に、ぴったり、で使う花材がたっぷりないときは左右はちょっと削ってもいいかも。なんかその方が横から刺せるので私は結構横は空いてるようにするのが好きです。こうですね、こんな状態 でまだここに値札がついてるので、これはカットしちゃいましょうね。よいしょ、こんな感じで。それから特に初めての人はこういうところにセロファンがあまり長く出すぎてると刺しにくいって、ここがね気になってるからここに刺さなかったりして結果的にここがうまくまとまらないことが多いので、長すぎず短すぎず長く出しすぎない方が私はいいと思います。こんな状態で作っていきます。で、実際にグリーンは何を使うかね、皆さんがちょっと切り落としていったようなものとかあるので、こういったものを使おうと思います。使うのは皆さんが使ったのと全く一緒ですね。この長寿草も黄色くなっているものがあるんですけど、それからピットスポルムという、葉っぱですね。あと今回このサラサラのユーカリの葉っぱ、この3種類をね今回グリーンは皆さんに使っていただいてます。こういうドラセルみたいな葉っぱはちょっと今日こう面を作ってしまうので、あんまり私は今日はこれは入れないつもりでいます。はい、じゃあこれでいきますよ。こんな大きな実物、それから、花が、なんかこういうもし大きめなお花があるときは私のおすすめは先にその人を刺します。このハンドバッグのど真ん中に刺すと
なんかね動きがなくなっちゃうので、どっちか右か左か自分の、好みの方に刺してください。私はこっちかな、こっち向きが好きなので、こっちから、いやこっちにしよう、こっちですね。迷わずにいっぺんに決めてください。しっかりと刺してあげます。でこの受け手のところに葉っぱがあるとお花にとっても優しいので、ちょっと葉っぱなんかを入れたりしてもいいかもしれません。そーっとですよ皆さんね、そーっと。私がさつに感じている人もいるかもしれませんけど、実際にはお花の時だけは非常に、レディーになってます。お花のためだけに優しくなれる人に皆さんぜひ、ね、なっていただきたい。なんかやっぱ背景がごちゃごちゃしてると美しくないですね。ちょっと待ってくださいね。はい、背景をちょっとどかしました。やっぱこの方がすっきりしていいですね。映っているかな、このぐらいですね。はい、では行きましょう。ここにダリアを入れて、実際にはちょっとこっち側に、内側に向くようにしています。これ正面ですけど、実際にはちょっとこっちにお花が向くように入れています。長さがちょっと足りないですけど、余り物でね、作っているのでね、でこれと、せっかくなのでお花を先に行きましょう。これはねなんか当たっちゃって花びらがかわいそうなんですけど、ちょっと取ってあげます。破れていてあまり美しくなかったのでレッスンからは外れました。どうしよう、やめようそうですね。でこういったものも、先に入れておきます。もうねあんまり、これ本当に可愛らしくできてればそれでいいので、ルールは特にないです。で今回私贅沢にこれお花をね使ってるんですけど、別にお花がなくても十分に美しいので、実も美しいというか、このバスケットがね可愛らしいので、実物だけで作っていただくのもすごくいいんじゃないかなと私は思っています。3本あるので曖昧ですね、まあ、この辺にしときましょうか。ちょっとこういう片方に寄せましょうかね、この辺だけに、そうしましょう。ここだけにお花が来るようにしています。そしたらこれもうちょっと向こうに、ちょっとこぼれ出る、この縁よりもちょっとこのこぼれ出るように入れると、なんかこうバスケットから溢れ出る感じがしてていいですね。こういう風に曲がっている野原なんかも先に入れとくと雰囲気が出ていいですね。こう上からねしっかり皆さん座りっぱなしにならないようにして作っていきましょう。結構座りっぱなしの人、うちの教室はあまりないんですけど、初めての時とか意外と多いですね。多分どうしていいかわからないから座ってるんだと思うんですけど、動きをね一生懸命つけていただいて、しっかりと、こう、なんでしょう、揺れるお花がね自然にコロコロ流れるように作りたい時はやっぱり立ってみたりとか、目線を変えてね作った方がいいと思います。これ、シャリンバイ、多分先週そう紹介したと思うんです。シャリンバイの実をこの辺に入れましょう。たわわーっとこぼれ出るように入れます。これだけでも十分いいですね。シャリンバイの間から他の実も出してみましょう。これ前結構出してます。こんな風に前こぼれるように出してますね、もうほぼできてきたような感じしませんか？気が早い、グリーンちょっとね少なめなんですけど、私の手元にはしっかりと入れてあげます。いいですね、こうユーカリとかね、背中に近いところから、これで背中がないので、指を上手に、ね、管理しながらお花に手を激突しないように入れていってください。でオアシスね、初めてやる人はこのパンパンまで横まで入ってると作りにくいと思います。手が入りにくいので、逆に実物、お花があるという時とかね、流れ出したい時、逆に、実物がいっぱいの時はオアシスいっぱい入れていただいて、左右までしっかりと実が入るように入れていただくと本当に溢れるように表現できると思うので、楽しいと思います。いかがですか？だんだんできてきましたね。あそこもっとこれ入れてくださいとか、なんか皆さんだんだん考えがあると思うんですけどこれちょっとなんか贅沢ですね。ダリアとか入っちゃってるので、本当はもうお花だけ、お花はなくて見物だけでもいいと思います。可愛らしく
できればリンゴとか、うん、実物いっぱいがいいですね。これを作るときはゴロゴロ、実物ゴロゴロで作っていただくといいです。前回も言ったと思うんですけど、このシャリンバイとかあのお庭に生えてる人、葉っぱこれ落としちゃった後なんですけど、こういうのいっぱいに生えてる人はぜひ取っておいてください。上の方にも黒い実を。これバラが白っぽいので、黒っぽいのがそばに来るとこのバラがとても綺麗に見えると思います。ね、可愛らしい。これで結構もうできてきてるんですよ。これは初心者の人でも作りやすいと思いますね。奥の方そんなに意識しなくても前からあんまり見えないと思うので、ね、この色味は好みなんですけど、私は今回イチョウの色、金木犀の色ということで、黄色っぽい葉っぱを結構今週先週ですね使ってます。私個人の趣味じゃないです。自然のものから拝見したアイディアですね。外とマッチする。今日は暑いんですよ、実は横浜は。言い訳してますけど、ノースリーブの、ね、こんな感じで、ちょっとこうやっぱりこうやって遠くから見るとこの辺が色が足りなかったり見えるじゃないですか。なので明るい実、あの赤っぽいような実物とか濃い色の花っていうのはね、わさわさ入れて大丈夫だと思います。このぐらい入れても全然うるさくないでしょう。ですね、で前回も言ったかもしれませんけど、この野バラの実とかって買うととっごい高いので、ぜひ買っていただくとお花屋さんは喜びますけど、皆さんあのあれですよね、唐辛子で枝が付きのものとかあの売ってますよね。百貨店とかでも売ってるし、スーパーでも売ってるんじゃないですかね。うちのそばでも売ってます。そういうものでも十分にあのこれを表現することができますので、ぜひそうやってやっていただくといいと思います。ちょっとこれもう今私の手元にあるレッス以外のお花がないんですけど、こんな感じですね。どうですか、可愛らしいでしょ。あとこの辺で、ね、なんか色が足りないですよね。さてどっかからもらっていきましょう。チョリソの黄色ですね。これはたまたまこの色合わせですけど、皆さんお好きなものでね、ちょっと色が入ったの分かりますか。これほぼできてるんですけど、どうしようか。ユーカリとかもうこのぐらい入れちゃってもいいですね。本当はもう少し最初に入れていけばこのコスモスとかこう入っても可愛いけど、やりすぎるとちょっとコスモスはね、慣れてない人は折ってしまうかもしれないのでおすすめできないです。これで後ろから手が回らないんですよね。背中が完全に覆われているので、前からしか手が入りません。なのでお花はあんまり入れない方が慣れてない人はいいと思います。折ってしまいますね、多分やりながらボキボキと、慣れてない人は見物だけで仕上げてください。絶対その方がいいでしょう。でこんな感じで、まあ、コスモス誰かがこれ置いてった一輪を入れたんですけど、分かります、ここにねコスモスが入れてますね、ゆらゆらと。もう一輪あったけどちょっと色が、まあ、このぐらいにしときましょうか。あ、もう一つなんかあった。あ、でもやめとこう。系統なんですけどね、今回使わないって言いつつも、そっから見ると、まあ十分かな。ここですよね。なんかここに入れたい。よいしょ。出来上がりです。いかがでしょうか。10分ぐらいできたかな。どうだろう。もっとかかってるかもしれませんね。ハンドバッグのような感じなんですけど、置いてみて、楽しむような感じ、まあ、これはお花を入れましたけど、初めての人とか、あとずっと置きっぱなしにしたい人は、そのままドライになるような素材で作っていただくと、楽しめると思います。まあ、ハロウィンが近いので、かぼちゃなんかをね、一緒に置いていただいたりとか、前回はかぼちゃをね、入れましたけど、今回は置くだけ、していただくと楽しいかな。お子さんいらっしゃる方とか、こんなアレンジも楽しいかもしれません。ということで、今日はバスケットアレンジメント、私からのご紹介です。では、1週間、10月の最終週になりますかね、ほぼ。ね、もうすぐ11月なので、皆さん冬支度、始めましょう。こういう格好をしているのはもうこれがね、本当に最後だと思います。秋、冬に向けて、少しずつ準備して、今年もね、締めくくりしていきたいと思います。また来週お届けしたいと思います。良い1週間をお過ごしください。さようなら。